こんにちは、平田フットボールクラブでございますこの時間はですね、J2 の第9節、3連戦の真ん中ですね3連戦の2戦目、第9節のゲームこんなゲームがありますよというのをちょっと見ていこうかなと思っておりますが4月の12日水曜日に19時期候補で同地候補で開催されるということになりますのでちょっと見ていきたいなと思っておりますまず一つ目ですが19位栃木と20位山形のゲームと 順位を見てもえちょっとこう調子が上がらないという両チームではありますが前節の戦いを見てもこう兆しは見えてるのかなという感じがいたしますがその兆しからいかにこう勝ち点3まで持っていけるかえみたいなところが大事になってくるのかなという感じがいたしますが、え。ー まあ前節、山形まあ監督交代でというところでかなりたまりはもうえ激しさも出てたかなというところでこれは局面激しいゲームになる可能性も十分あるかなという感じがいたしますがえ山形の,その攻撃的なところを栃木が抑えながら自分たちにいかにチャンスを作っているかと作っていいいうこととになっていくと思いますさあえーホームで非常に強さを見せております。 えー、7位大宮アルディージャは5位ザスパクサツ群馬を迎えてのゲームというところで今節結構順位が近い者同士の戦いが多いんですけどもこのゲームはちょっと面白いんじゃないかなと思っております。えーまあ、大宮ににとってはホーーム連戦になりますが、えー、今シーズンは、えー 負け勝ち、負け勝ちがずっと続いておりまして、アベで負けてホームで勝つというところでは、えー、ホームでは非常に強さを見せておりますというところでは、えー、そこに群馬が乗り込んでいく、ただ群馬の方は現在5位ですし、3連勝しておりますというところ、そしてザスパ、草津群馬も守備だけではなくて、しっかりと攻守にバランスの取れた、えー、チ,チーム状態かなというところでは、どちらももちろん守備がしっかりとしたチームではありますけども、 守備だけではなくて攻撃にも行けてるというところが面白さかなという感じもいたしますしえ前節ではトップ下というかえ前線の方に入りました大宮の方ではえ小島選手逆に群馬の方はその長倉選手といういい選手がいますからこのえ前線の選手同士の戦いというかえ活躍も楽しみですしえ大宮の方は右に。 えー、柴山選手がいますというところ群馬の方は右に佐藤涼選手今3試合連続ゴール中というところこの選手の活躍を見るのも楽しみかなという感じでこの大宮と群馬ちょっと注目のゲームの1つかなと思っておりますさあこちらも順位近いですね3位東京ヴェルディと4位ブラウブリッツ秋田とのゲームこれも楽しみなゲームかなと思っておりますえー 前節、FC 町田ゼルビアにえ勝利したブラウブリッツ秋田というところで今度はその東京ヴェルディに対してどういう戦いを見せるかというかまあ秋田の戦いなんでしょうけどもえもしかしたらなんかちょっとこう町田戦とえ同じような展開を見せていくのかなという感じがいたしますが。 ただ、ベルディの方も非常に守備は堅いところがありますので、えー、どういうゲームになっていくのかもしかしたら一点を、えー、争うようなゲームになる可能性も十分あるかなベルディにとってはその秋田の、えー、粘り強い守備をいかに崩していけるかというところでは、えー、やっぱりこのベルディにとってこのサイドバックの攻,攻撃参加、えーまあ、こういつの間にか出没するようなところもありますけれどもその攻撃参加も非常に大事になってくるのかなと、えー いう感じがいたしてますが、えー、この3位と4位の対決も非常に注目かなと、えー、私は思っております。さあ、15位制限金沢ですが、えー、17位岩 tfc を迎えてのゲームということになります。あのまあ、金沢前節熊本に敗れましたが、えー、特に前半とか見てても。 なんかそのただ単なる金沢というとカウンターみたいなイメージもあるんですけどでカウンターの良さもまだ残してるんですけどなんか自分たちのリズムでボールを動かす時間帯を結構長くできてるかなという感じその辺りやっぱトップ下に奥田耕也選手が入り出してからやっぱりそういうところも見せ始めてるかなというところではそういう展開も見せたいところあると思いますがただいわき FC の方はそういうことをさせないようにどんどんプレッシャーをかけていけるチームと。 えいうところだからそのいわきの勢いみたいなところに対して金沢がどういう戦いを見せていくのかそして柳下監督がそのいわき FC のどの辺りのスペースをついていけばいいのかっていうのを多分かなりこうまだこう期間のない間にもチームに落とし込んでくると思いますんでその金沢の狙いどころ えー、みたいなところも楽しみですし、逆にその狙われても押し返すぐらいのその岩崎のパワーというのを、えー、楽しみにしたいかなと、えー、思っております。さあこれは今節また楽しみなゲームなんですが、えー、16位ですね、えー。清水エスパルスと、えー、10位。 えー、ベガルタ仙台とのゲームということになります。これ今節楽しみなゲームのこれまた一つかなという感じがいたしております。えー、エスパルスの方は前節今季初勝利ということになりましてそしてまあホーム連戦というところそして秋葉監督はこのホームではもう絶対曲げないぞというようなエスパルスを見せたいということもおっしゃってましたが さあそのエスパルスが迎えるのが前節甲府戦で非常にいい勝ち方を見せました、えー、ベガルタ仙台というところこれはかなりこのゲームどちらにとっても大事なゲームかなという感じがいたします、えー、仙台は非常にその仙台がも,もっともっと持ってるそのこのメンバーの攻撃性というのは非常に出ましたので多分このゲームでもその攻撃性を出していくと思います。 だからこれゲームとしては、もしかしたら動くゲームというかそれを受けてエスパルスの攻撃性も出るんじゃないかなというところでは面白いゲーム特にエスパルスの方は乾選手が前節はトップ下に入っていい活躍を見せました仙台の方は中島選手がフォワード起用になっていいところを見せましたというところではなんか,かなり動きそうな。 なんかこうスリリングなゲームになっていくんじゃないかなというところそしてエスパルスの方にしてはこのホームで連勝そしてどん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 順位を上げたい仙台の方も前節のいい勝ちをつなげていきたい面白いゲームになると思いますこの清水エスパルスとベガルタ仙台これは注目の一戦と思っております。で このゲームもちょっと注目なんか3連戦の真ん中に結構面白いゲームがー重なってるなという感じがするんですけど、えー、前節水戸にいい勝ち方をしました、えー、8位ジュビロ磐田首位の FC 町田ゼルビアを迎えてのゲームということでこれも今節見逃せないという感じがいたしますで前節ジュビロ磐田本当強かったですね。 えもう強さを感じさせるでそのなんか強さが本当にそに崩しがスムーズで、えー、特に右サイド、えー、松本雅也選手、えー、鈴木優斗選手そこのボランチに、えー、の上原選手が絡むとまあいい絡みいい数崩しみたいなところがありましたがただ町田の方は守備の硬さがありますとその守備の硬さをジュビロ岩田がいかに崩していくか。 ジュビロ、岩田のこうリズムになっていくような展開になればゆったりとボールを持ちながら自分たちで、えー、2人、3人、4人と絡んでいきますと岩田のリズムになりますし町田の方はそこをしっかりと守りながら、えー、自分たちの形に持っていきたい FC 町田ゼルェアは前節3バックというようなところでしたがこのゲームではさあ3なのか4なのかどういう対策をしてくるのかと。 で町田がそこをしっかりと守りきれればどんどん町田の方にリズムが移っていくというような気もしますが、えー、ジュビロ・岩田のその,そのタイミングがあった時の複数人が絡んでタイミングがあって3人目4人目がうまく使えた時の崩しちょっと楽しみにしたいと思いますし、えー、そこからの、えー、町田がどういかに守っていくのかこのゲーム面白いと思いますねぜひご覧いただきたいと思います。 さあ14位、えー、藤枝ユシーですがジェフユナイテッド千葉を迎えてのゲームということになります。えー、藤枝はしっかりとこう自分たちでポジションを取りながらボールを動かしていくチームではありますが千葉も本当に自分たちでボールを動かせるチームでもありますというところではどちらがイニシアチブを取ってボールを動かすようにしていくのかというところになっていきます。 えー、藤枝じゃなくて千葉は本当にこう中央で、えー、小林選手がいい守備からで風間選手がボールを受けて三木、えー、選手が絡んでいく田口選手が絡んでいくというような崩しもありますし逆に藤枝の方はこの外から、えー、久保選手久保藤次郎選手そして左は榎本選手が崩していくどっちのリズムになっていくのかどっちがペースを握るのかちょっとボールがどっちが、えー、こうポゼッションしていくのか結構面白いゲームになるんじゃないかなと。 思っておりますこのフジデーと千葉こちらを見ていただきたいと思います さあ9位岡山ですが11位熊本を迎えてのゲームということになります。えー、ロワッソ熊本は前節本当にこの熊本らしいなんか勝ち方だったなというところがありますしそれを続けていきたいだろうなというところがありますがまあ岡山もこう組織的な趣味もありますが岡山はその熊本のどの辺りを抑えていって自分たちのリズムにできていくのかなというところではえこう熊本も えー、しっかりと、えー、自分たちのリズムを出していくでしょうけども岡山の前線のツートップ桜,桜川ソロモン選手と前節もそうでしたけどハン・イゴン選手で途中からルカオ選手が出てくるというこのツートップの,このパワフルさ。 これはやっぱ J2 でももうほんとトップレベルというパワーですけどもそこを熊本は自分たちでパスつなぐんですけど今度守備になった時にその強力ツートップえー、抑えることができるのかすんごいパワーですからねその辺りのその両チームとものその持ち味が出せた方が勝利に近づくのかなという感じがいたしております。 さあまだ以前勝利がありません、えー、徳島ボルティスですが、えー、18ですね水戸ホーリーホックを迎えてのゲームということになります、えーまあどちらもなかなかちょっと苦しい状況の中でのということになりますが、えー、徳島の方は、まあ、フォーメーションとか、えー、選手の並びとかその最良の形最善の組み合わせみたいなところがまだちょっとこうできてないのかなという感じがいたしますが、えー、なんとか早くこう自分たちのいい組み合わせなんかいい 並びみたいなところを早く見つけたいなというところがありますし徳島にもそうですし水戸もそうですし自分たちの時間帯というのはゲームの中で必ずありますけどもその時間帯をできるだけ長くしたいその時間帯を長くした方が勝利に近づいていくのかなという感じがいたしておりますがちょっと苦しい状況の徳島と水戸勝ち点3を奪うのはどちらなのかというところをちょっと見ていきたいなと思っております。 さあ12位長崎ですがえ6位バンホーレ甲府を迎えてのゲームということになりますがえ前節ともに敗れてえ連勝が止まるえ長崎の方は3連勝してましたがえ連勝が止まりましたえバンホーレ甲府の方は4連勝してましたがその連勝が止まりましたというところでは再びえ連勝とか勝利を重ねていく勝ち点を重ねていくためにはえきっかけにしたいゲームになっていくのかなという感じがいたします。ののの方はまあ前説3失点はありましたたけども自分たちの守備の形から攻撃 の形カウンターに持っていく形がありますからその交付、長崎がこう持ってこう引き込むようなところで甲府がカウンターを出せるのか、えー、長崎がこう自分たちの形で、えー、押し切って得点まで持っていけるのかというところその辺りもちょっと見ていきたいなと思っておりますさあそしてラストですが、えー、2位大分トリニータと13位レノハ山口 FC とのゲームということになります。 え大分は前節本当にこの自分たちのえ形で岩きをこう破ったなという感じがいたしますが本当にこのマークワイドを使いながらそしてそれぞれえポジションをうまく取って相手をこうなんかただ山口もどちらかというと自分たちでポジション取ってえ相手を崩していくというところがありますから。 そのあたりのこのポジション取りが楽しみですしそのアグレッシブさというのは山口もありますからどうやってその大分取りに行ったに襲いかかっていくのかというところそしてどちらが自分たちでスペースを作ってそのスペースをいかに有効に活用していくのかというところを見ていきたいと思います。そののののあたたりりポジションの取り合いみたいいみななとところも結構面白いのかなと えー、多分ん下平監督もまたいろいろ考えて立ち位置とかも考えてくるんじゃないかなと思いますがその辺りも楽しみにしたいと思います。というところで、えー、J2 は現在3連戦に入っておりまして3連戦の2戦目ですね、えー、第9節のゲーム4月12日のゲームをぜひお楽しみいただきたいと思いままますすす以上でございいい失礼いたししし皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。